よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ J1 勝ちこっち、はい、J2 勝ちこっち、こんにちは。こんにちは。あれで君たち久しぶりだね、国橋校長。はい、じゃあみんな今日あそこからスタート。最初ボールなしで3列、あ、3列6だな。で、僕のヒロムも一緒に出ます。ここのコーンでヒロムがこっち行ったらこっちはこっち行きます。ぶつからないようにして、トントントン、これ前やったかもしれない。タッチしてください。オッケー。はい、よい。おいや、おいや、おいや、おい。そう、そこぶつからない。そう。あれ、青田くん、最初は1秒止まること。その黄色いコーンを越えたらトントントンです。ああ。ぶつからないようにするんだけど、ペイントもちょっと入れてください。はい。わざと同じ方行くふり。裏かいぎ。2歩だよ、2歩。一歩はダメですか？いいよ。ああ、二歩だよ、二歩。いいよ。じゃあ早くやっていい？ユートとアオタがってなったら出てきます。で、じゃんけんして。じゃんけんして勝ったらこのボールを自分のいたところにドリブルで運んでください。ユートはそれを運ばせないように奪い返して自分のところに持っていく。オッケー。いい。はい、行こう。っていう風に。そうそうそう。そう。いいね。どんどん速くなってるよ。ナイス。ナイス。お、ユートナイス。はい、じゃあ1番と2番が向こうのコートで試合します。3番と4番はここ。早い。おお、ナイス、タケちゃん、ナイスボール。じゃあ、シンバ。あ、シンバ触った？あ、じゃあゴール。ちょっと触ってた。おお、ユイトでもいいね、いい使った。じゃあ、リブスを、チームのキャプテン集めて、あの、ここに入れてきてください。今日の練習どうでした？今度は負けたチームに絶対勝ちます。サッカー好きですか？はい。将来の夢は？サッカーのプロ。おお、今日の練習どうでした？今度も試合で勝ちたいです。サッカーは好きですか？はい、はい、邪魔するよ。将来の夢は何ですか？サッカーのプロです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ終わりにします。じゃあ、はい、気をつけ。国吉コーチ、ありがとうございました。ありがとうございました。大田原市地域おこし協力隊の国吉貴弘と申します。私は以前サッカー選手としてプレーさせていただいてました。この地元である栃木に戻ってきて、サッカーをツールに保育園の子どもたちだったり、小学生だったり中学生に向けて子どもたちの発達発育というところをお手伝いができればいいかなと思ってます。サッカーっていう競技を通じて友達との関係、仲間を助ける、あとはこう体を動かす、いろいろな動きに対して自分の体を慣らす、自分を知るっていうことを子どもたちに伝えていければいいなと思ってます。なのでぜひ私を活用していただいて、子どもたちの成長につなげていただければと思っています。皆様よろしくお願いします。